ふな。なんじゃこりゃ。あ、お目当ての子が来たみたいだよ。なんじゃとか言ってる。前から思ってたけど、微妙にレイ君と喋り方似てない？同じ地方の出身とか？そういうことを聞きとがめられると、ファンの人に親戚なんじゃないかとか疑われて無駄に騒がれるぞ。騒がれれば騒がれるほど嬉しいご身分でしょ。俺たちアイドルなんだし。それはそうじゃがの、実際手ひどい痛みを与えられたとはいえ、クレイジービーには感謝しかないわ。このまま絞れるだけ絞っちゃおうかのう。けれど我が輩もあの大川という子もお互い身に流れる血に悩まされる立場じゃからね。それをわざわざ掛け合わせ関連づけてあれこれ言うと各方面にご迷惑がかかるじゃ。むしろ血筋としては我が輩よりカオル君に近いじゃろうしな。ああ、スオーさんちの親戚なんだっけ、あの子。うん、そこから関連づけて意外とカオル君はいいところのお坊ちゃんなんじゃ。みたいなことを主張するのは悪くないと思うぞ。資本主義社会じゃ、御曹司というのはそれなりに魅力的に映る属性じゃ。家柄とか財力とかじゃなくて俺自身を愛してほしいんだけど。うぶなねんねみたいなことを言いよ。よいよい、それもまたお主の隠れた魅力の一つじゃの。さっきから何の話をしてんねや。てかうちとこのヒメルハンに何させてんねん、アンデッドは。ヒメルと呼んでもいいだろうか。そちらの正確な年齢がわからないので、先輩などの継承をつけるべきかどうか判然とせず、もしかしたら失礼な物言いになっているかもしれない。お気遣いは無用なのです。あなたにこうして幼児のように肩車されて見せ物にされている現状、これ以上無礼な真似を重ねられても総合的な失礼さにはさほど違いはありません。そうか、しかし俺たちにも必要以上にそちらを貶める意図はない。せめてわずかでも快適に過ごしてくれることを祈って、できる限りの配慮をしたい。ええ、人間と猿の違いは尻尾の有無と神に祈るか否かですからね。秘める範囲大川、なぜでしょう、久しぶりな気がしますね。この夏休みの間はクレイジービーとして一緒に行動してばかりだったからでしょうか。うん、そうやね。変な感じやわ。クレイジービーになる前はずっと一人やったから。そうですか、それはかわいそうに。ヒメルは常にいつだって孤独を感じたことはなかったのですよ。うん、アイドルなら常にファンの人らやスタッフの人らが一緒やもんな。そういうことではないのですが、まあそれもまた一つの正当でしょう。それよりもご覧の通りヒメルはかなり屈辱的な扱いをされているので、あなたに頼むのも筋違いかもしれませんが、どうか救出していただけると助かります。ああ、堪忍な。なんかヒメル派に会えたんが嬉しくてつい雑談してもた。こいつもこいつも勝手に消えよって、わしがどんだけ心細い気持ちでおったと思ってるの。まあええわ。しかし救出するって言うてもさっぱり状況がわからんから、どないしたもんやろ。ヒメル派を肩車してはるその立派な体格の人を
物理的にどないかすればいいの？それは残念ながら不可能だ。俺は強い。うん。いや、こんな人前であれごとはせんけど、インネハンくらいの行動がギリギリ限界やろ。あれ以上は普通に事故やのて事件やろ。おい、さっきからごちゃごちゃうるせえぞ。ひよこちゃんみたいに空気を読ませてリーチかバーチかさえずりやがってよ。見てわかんねえのかよ。毎度毎度いい加減にしろよてめえら。何をしてるって？ご覧の通り、俺様たちアンデッドがアイドルがライブをしてるんだよ。大川だったか。おう、クレイジービーのちっこいの。てめえもアイドルならさっさと衣装に着替えて舞台に上がってこいよ。観客はヤジを飛ばすのも仕事だけどよ。てめえはそうじゃねえだろ。ああ、